それでは8月24日雑司ヶ谷体育館で行われます WBC の大会ジュニアリーグアンダー15アンダー18第5回大会全国大会の抽選組み合わせ会を行います。まず最初に小学校低学年25キロ未満2番、これは2名です。左側は小牧根選手、右側は中森選手、続きまして小学校低学年28キロアンダー、ここは4名です。中山選手、続きまして友野選手、続いて宇野選手、大井出君です。4名決まりました。続きまして小学年31キロ未満3名、宮崎選手です。戸部選手、稲田選手です。31キロ獲得です。小学校手前から34キロ今2名です。左側は高山選手です。大谷選手です。低学年の部を終わります。続きまして小学校高学年28キロアンダー、ここも2名です。赤コーナーの松本選手です。島田選手です。31キロアンダー、ここは3名です。竹中選手、大久保選手、上久保選手です。続きまして34キロ未満、ここは4名です。34キロ未満4名ですので、もう一度やり直します。細見選手です。曽我選手です。小林選手です。最後に大きい選手です。続きまして37キロ3名、岩本選手、
選手です。最後は竹内選手です。続きまして小学校高学年の40キロ未満は3名です。なるお。宮里選手。最後、高橋幸也選手。続きまして40キロ未満。ここは3名。45キロと50キロは1名です。これから相手を探すか戦勝でなるかという形になると思います。続きまして中学生クラスに入ります。中学生34キロクラス4名です。佐野です。辻畑元気。桜井嵐です。清水。プラス37キロオンバー4名です。清水中学生4名で終わります。中学生プラス37キロオンバー4名です。下地選手。続きまして佐藤優馬さん。大久保選手です。前田大選手。安野選手。林。中学生アンダー50、これは5名です。斉藤龍之介。浦田選手です。
山口さん。坂本選手。上田選手です。4名終わりました。小学生の60キロ未満、フォア2名。パコーナーの川崎選手です。パコーナーに佐根選手です。中学生は以上です。高校生の52キロアンダーです。ここはベモーです。若林選手です。谷川選手です。阿部選手です。坂井です。抽選組み合わせ会です。1名のところは今いろいろ大会の方に当たってまして、選手がおられましたら決勝トーナメントをやります。それ以外であれば選手という形で、8月24日大会組み合わせ決まりましたので、皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。これは全部。